いや、それかっこいい。やばいって。ちょっと待って、M ステの時より強な。大暴れや。うわー、最近、最強にうまいラーメン屋見つけて心躍りまくってます。どうも、チカドグのチカです。よろしくです。お願いしまーす。それは教えないと。そう、もうこれね、早く涼介に教えたくて。ただまあ動画で教えた方が、ちょっと熱量伝わるんちゃうかな。はい。で、最近見つけたそのラーメン屋っていうのが、新大阪にある、まるで三角っていう、あ、ラーメン屋なんですよ。行ったよ。行ったことある。ある。タイラーメンなんですよ。それこそ、イベントの時に行ってる。一回発表会とかなんかの。発表会の時に、メンバーで、3人ぐらいで行ってる。行ったことある。まるで三角は、鶏白湯ってあるじゃないですか。あれのタイバージョン、タイ白湯っていうラーメンがあって、もうね、タイマジで一匹丸々入ってんちゃうかぐらい、うまいラーメンやな。うまい。俺食べた瞬間に、うまっってまず食うやん、うん、うまっの後に涼介絶対教えよ絶対そう教えたなと思って食べてたんやん、さすがやな、うん、がっつり系行きたい人にはちょっとまだ向いてないかなと思うんですけど、こうあっさりのラーメンが好きな人はぜひ新大阪にあるまるで三角っていうラーメン屋行ってください。ぜひ食べた瞬間に飛びますでして感想お待ちしてますってな感じで始まったわけでございますけれども、はい、本日紹介するアーティストはですね、もうね、破竹の勢いが止まらなさすぎて、どれだけ日本中の人たちを手のひらで転がしていくんかっていうぐらいの活躍を見せているこちらのグループの紹介でして、涼介発表お願いします。 BE:FIRST メインストリームカウントダウン TV ライブライブ。いやー、 M ステに引き続きましてカウントダウン TV でも何やらぶちかましたということで、ベスティが急増中ですね。ちょっとね、新規ベスティになってこちらのリアクション動画見てくださってる方はぜひコメントください。いや、ほんまに、あのね、前からベスティの人も多分嬉しいと思うんですよ、うんうん、この M ステとカウントダウン TV のパフォーマンスで新規ベスティになったっていうものを目にするだけで、子さんのベスティはやっぱり嬉しいし、僕たちも嬉しい。嬉しい。やっぱりバイグッバイから僕らも見て、うん、ザストも見て、しっかり人としても好きなBE:FIRSTがこれだけ新規ベスティ増えたんだよっていうのも目に見えるだけでめちゃくちゃ嬉しいので、うん、ぜひ新規ベスティの人はコメント欲しいんですけれども、はい、まあちょっと僕たち以前挙げましたメインストリーム M ステのリアクションがですね、はい、振付師のレイナさんに届きました。いやー、びっくりだよね、ほんまに。ね、これあれ仕事終わりやったんですよ、うん、で、あ、疲れたな、今日もいな、頑張ったなって、パッて、まあ Twitter、まあ X ですね、うん、X 見たらですね、チカさん、レイナさん本人届いてるって、うん、嘘やろマジかと。そのちょっと前に僕ら2人のリアクションがリエハタさんに届いたんですよ、うんうん、待って待って待って、リエハタ東京から2人に届いてるっていうことで、もうちょっと電車の中やけどちょっと声出たもん、ね、いや、ほんまにあれびっくりしたね、マジかみたいな、ほんまに。で、まあ、レイナさんに届きまして、まあ、その熱量をしっかりこうリアクション見ていただいたということで、まあ、恐縮ながらもね、僕たちのリアクションが届いてますから、やっぱりテレビ番組であれだけの迫力のあるパフォーマンスをするって、ディレクションできるっていうこともそうですし、うん、BE:FIRSTのパフォーマンスもそうですし、やっぱりね、今日本代表するアーティストにもう今なってると思うんですよ。いや、間違いないよ、ね、なんで、まあ、カウントダウン TV のライブライブでいつも思うのが、照明完璧やん、うん、でカメラワーク完璧やん、うん、それの相乗効果やばいんちゃうかなと思って。いや、もう何が起きてもおかしくないよね何が起きても。いや、しかも今回美獣レオくんがちょっとまたいつもと違う。レオくんってマジでさ、振り幅の塊よな。何でもできる、ほんまに。俺レオくんのやんちゃな感じ好きやねけど、優しいやん。優しい、あのギャップよな。なんだろうな、あの優しさの中に含まれた刺激的な要素最近出してくる。男よね、男よね、うん、一番男よね。せやねん、ほんまに王よ名前についてるみたいな感じですね。今回も M ステ同様、カウントダウン TV のパフォーマンスもですね、ベスティ皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいと思います、はい、それでは行きましょう。よろしくどうぞ。チカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC ってな感じでですね、今回からですね、コメント欄の方でよくありました、一度目は止めずに見てほしいっていうリクエストに一度答えてみましてですね、一度目は止めずに見ていきたいなと思います。久しぶりのセンキューイヤホンでございます。お久しぶりです。お久しぶりでございます。復活ということで、なので、まあ久々のセンキューイヤホンということで、最初はですね、あの音が聞こえづらいとは思うんですけれども、2回目にですね、イヤホンを外しまして、解説とリアクションを止めながらさせていただけたらなと思います。
それでは改めまして行きましょう。 BE:FIRST メインストリームカウントダウン TV ライブライブパフォーマンスです。ポチッとな。上正面なあれ。わーお。はい。俺いつでも初見リアクションできるわ。いや、わかるで。声の響き完璧やな。うんうん。わーお。いや、いいね。いや、ちょっと髪の毛伸びてきてんな。なあ。ちょっと、りょうきくん狂気的やわ。ちょっと、りょうくんやばいって。いや、あれかっこいい。やばいって。いやー。え、ジュノン君髪切ってるやん、ちょっと。結んでるだけ？結んでるっぽいな。エロー。エロー。エロみが増したな。いやー、うわー、こう余裕感とキレのバランスが最強やな、やっぱ。これ生歌やからな。いやー、龍英くんもちょっと大人になってきてさ。確かに。さあ、来るよ。いや、照明。完璧やん、もう。完璧やん。おい、今の、レイスの声よ、龍英くんの。いやあ、いやー、いや、やっぱスパイスよな、りょうきくんって、 BE:FIRST の中の。いやー、きたー、カメラワークが、このさ、憑依の仕方やばいな、シュンティの安定感やばない。いやー、カメラワークさん完璧やな。ここ、ここ好きやで俺は。うん。いやー。うわ、いいねー。装置マジでラップの技術上がりすぎて、うん、半端ないのよ。えい。うわ。もう覚えたもん。ここお前やばいな、暴走してんなぁ。いや、いいなぁ。ちょっと待って、Mステの時より強な、大暴れや。うわぁ、龍平くん今のチキン肌エグい。ちょ、マナティの安定感やばいな。ヘイヘイ、うわ、もうめっちゃ怖がってるもんね、うん、今装置の蹴り。こうビタって止まんない、やばいな。一番しんどい時にな、うん、締めるって。ちょっと待って、なんかさ、ほんまに過去最強をさ、この番組で常に常に更新してくるの何。いや、ほんまにだね。何、成長ってこんなし続けんの。なんか新しい発見がその都度この短期間の状態であるって何。やるたんびに改善の意思を感じるのね。そうやな、多分本人だって納得はしてるけど満足はしてないのな。こうしたらもっと良くなるよな、は追求してねえな。そうやな。ほんで今回はですね、バックダンサーがやっぱいないから、うん、より7人に注目して見れたよ。そうやね。今回でやっぱカウントダウン TV ならではのクオリティ高い照明とカメラワーク、うん、これが相まって、ちょっとメインストリーム多分4度目ぐらいのリアクションなんですけど、新しい発見と驚きが半端ない。龍平くんの最後やばかったな。ブエッ、やばかったな。あれやばいな。もうちょっと二度目のリアクションしていきましょうか。じゃあイヤホン外して、ちょっと気になったとこポチッと止めさせていただいて、ベストで皆さんと共に楽しんで解説のリアクションしていきたいなと思います。いやー、たまらんな。すごいわ。それでは改めまして、二度目のリアクションの解説していきましょう。ポチッとな。この世界観もね、表現してくださってるよね、うん、ここもまずな。装置かから抜いてくれるカウントダウン TV にリスペクトを送りたい。完璧完璧。
ほんで俺ちょっと過去一後ろのウェッウェッ見えるよな見える見える、あの振ったらさウェッウェッウェッってなる、あのカエルのカエルのあのあれやねん、ウェッ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 ってなる、あれぐらいそのウェーの音に対する装置の取りこぼさない感、うん、半端なくないですか。安定感なんだよな、うん、いやー俺なーやっぱり陽輝くんはほんまに BE:FIRST におけるスパイシーな表現もうなくてはならへん存在よな。特攻隊長やな、特攻隊長やな、うん、ほんまに。で今髪伸びてきたからさ、クリスとかで髪ツンツンにしてるやん、うんうんうん、マジでトゲトゲしいよな、せやね、表現が。今のさ、竜兵くんのターンからの下のさ、体幹の強さ、改めてやっぱ見せられたな、うん、この後。グルーンかな、これ、素晴らしいな。ここよ。レオくんの新しいヘアスタイル、歓喜した人、正直に手を挙げるコメントください。これね、X で結構あったんや。新規ベスティの方で、アップバンクの歌うまくてめっちゃダンス上手い人、誰ですかみたいな。レオです。そう、もうベスティの写真いっぱいあって。レオです。この子です、この子です。言うたらアプローチがな。そうそうそう。いやー、嬉しいやろな、でもベスティからしてもね。今のウィンクで落ちたね。な。俺ここのマナティの振り絞り感めっちゃ好き、うんうん、ブワーのこのこれ、あこの後かこれ、うん、うん、いやマジでセフィロスやん、ほんまに色気担当やな。いいいいいいの感じをさ、幹事さんとか拾ってくれてるんかな、リブラートの感じ、ね、なあマナティの安定感と、あと裏のボンをさ、うん、めっちゃ忠実に表現しちゃう落ち方、うん、すごいわ。いやこの2回のさ、うん、腕の上げのラップの拾い方が半端ないよな。あいやーそん時も装置はさ、装置バイブレーションもさ入れてるんよ、わかる。ちょっと今回さ、竜兵くんの男らしさ全開じゃん。うん、成長っていうのはさ、なあここの、なんていうの、質感ってほんま出えへんと思うんだよな。ほんまに出えへん。なんか踊ってみたいな人いっぱいいるけど、やっぱりこのトゥトゥトゥの腕の振りと体のアイソレーションだけの表現、うん、このメインストリームの中で一番難しいダンスだと思う。ちょっとやってよ俺、うん、振り覚えてみようかな思って、うん、ここで諦めた俺。できひんよな。できへん。できひんよな。これ多分1日いるよな。無理無理無理。だ原理が分からん。分からへんねん。どこでどう乗ってんのか分からへんねん。これな、一発目でます。イエス、竜兵ボイスごい、マジでやばい。節が出てるね。竜兵節出てるよ、マジで。生き様すべてがあったって改めてすごい歌詞よな。せやね。いやーやっぱメインストリームに絶対いるもんな、リョウキ君のこの声質って。クリオシュンティ、スーパーシュンティタイム。いや今のカメラワークもちょっとかっこいいし な、このな、こうな、交互にな。いや、シュンティの余裕感素晴らしいな。あとマナティもやばいな。うん、やっぱ安定感、マジで、マジで半端ない。平均値東大な。東大よ、マジで。ここの歌い方、うん、歌のこと全く分かんないですけど、ちょっと最初の初見、心揺さぶられたな。うんうん。なんやろ、響き方というか。いやこれやっぱマナティの手の押しがあることによってやっぱずらしてる感出るよな。あ、そうやね。うん。ここのフリー好きやね俺。わかる。この前習った後からバラバラになる感じが歌詞をさ、
すごい鮮明に表現してた、うんうん、それが普通だそうで、ね、そう、その普通だそうでからそれを打破するようにフリー入ってのみんなでこれ、うん、最高や、破壊しに行けるもんね。めっちゃ好きやわここフリー、めっちゃ好き。ちょっと涼介くん面白かったな。あんなやったけないつも。遊んでた。ポージングが面白かったな。涼介くんの？うん。わかる。もう頭狂ってるもん。もうほんまに。どうなってるかわからへんシリーズ任命。いやもうわからへん。この短期間でもっとダンスもらってるもん。うわ、今のちょっと装置ラップの入った時の瞬間がえげつないな、この。なんか暴れてたね一瞬。クレイジーよな、うん、この後やろ、うん、いやークレイジー、首から落としてんねや。ちょっと待って、めっちゃやばい装置。手を取ってるじゃん、ほんで怖いな、うん、うん、しいか。めっちゃ好き。いいね、シューティングスターね。ボシカーがやばいんや。ほんまにマジで決めてくれるときに絶対決めてくれる男やな。3歳はなくな、3歳はなくな。3歳以下見たらな、いや見たら夢出るよな、うん、破壊力やばい。いや、マジ唯一無二の子やな。もうさ、何回見てもすごいし、おもろいわ。M ステより強ない、うん、今日聞く子やな。いや、俺黙ってまうもんな、うん、ここよ。いや、それいやー、今まで一番荒ぶってんの、うん、ほんまに龍兵っていうな。マジで自己紹介、うん、素晴らしい。いや、あれされたら周りのメンバーもテンション上がるな。あ、テンション上がるな、わかる。やったな龍兵ってなるよな。ここでなんか勢いまた増した感じするもんな、うんうん、えい、一番しんどい時にこのテンションの上げ方やで。龍兵くんがちょっと違う動きしたね。煽ってたもん な腕な。やっぱ上がってる、上がってる、上がってる、ゾーン入ってる。これな。いいね。ジュノンくんも上がったもんな。うん、そっちのキックやばない。一人あやめたね。この後ね。いいね。曲がっていてかかったな。ここで止まれるな、ビトって体感な。頭抱えるわ俺、うん、ちょっともう MC の人もありがとうございましたって声裏がってるもんな。もう怖いね。ちょっと M ステに引き続き今回は7人でのカウントダウン TV ライブライブメインストリームパフォーマンス、ため息出るぐらい総じてサイ&コーでして、最高。素晴らしいな、おい。チカログ。なんかもうこれだけさ大ヒットを飛ばすメインストリームじゃないですか、うん、MV も2000万回突破して紹介数が、常に進化を求めて、で常に仲間がかましたことにテンション上げれて、うん、パフォーマンスを上り流かのように消化させる BE:FIRST のこのプロ意識の高さに改めてチキン肌がスタンダップです。いや、まあ、チーム力高いよな。チーム力高い。なんか仲間がかますことにテンション上がるって最高にいいグループ。いや、わかんで、なんかこうおい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 っていう感じじゃなくて、うんうん、なんかわっお前またかましてくるぜみたいなのをパフォーマンス中に見せれるところが熱い。こいつやりやがったみたいな、なんな負けじと俺も行くぜ感やばいよな。好きやわ。いや、ため息出るわほんまに。今回はため息出る。圧倒やねん。圧倒やな。このメインストリームからほんまに入ったベストの人は逆に羨ましい。確かに今から歴史終えるわけやろ。そうやね。ギフテッドから、うん、シャイニング版からムーブオンから全部見れるわけやん。羨ましいわ俺逆に。これを見てザスト見たらほんまに本人かと思うもんな。思うと思う。ほんまに
ほんまに思うと成長度がえげつない。あのだからうちのおかんもそうやけど、うん、やっぱ見ることによって人となりが見えるわけやから、そうやね、その新規ベストになった方はぜひね、ザストを追ってほしいし、うん、それによって箱押しに余計なると思う。なると思う。いやなんかこのメインストリームが今後テレビ番組で次またどれを披露するか分かんないんですけれども、うん、ちょっと破竹の勢いに世界が追いついてない感もあると思うね。そうやね。うん、からもっともっとメインストリームが日本の主流、新しい世界の主流になることを願って、これからも BE:FIRST を応援していきたいでして、応援するでして、てな感じで僕たち YouTube チカロは年内チャンネル登録者数7万人を絶対に達成するべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー思ってんけど、やっぱメインストリームのこの破壊力を俺らは1月に見えるってことや。生でえぐいと思うね。もっとアレンジ加わってんで、ドームで揺れるよ。いや揺れるよマジで、間違いなく。いやで、なんかこのメインストリームをじわじわみんなが分かってきて、ヤバさが今また伝わってるものもあると思う、うんうん、初見って多分インパクトがヤバすぎて、そうやね、ヤバかったっていうことは分かると思うんだけど、うんうん、消化しきれへん、消化しきれへんことがだん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 今消化しきれてきてると思う、うん、その時に初めて主流になると思う。だからだんだんとメインストリームになっていってんやなってきてる。そう、素晴らしいな。もうだから BE:FIRST の手のひらに俺ら転がされまくってるわけです。社長の頭脳のままに。そう、でもさ、これをさ7人が一緒にさ作ったっていうところに BE:FIRST の才能が溢れてるな。そうやね。その BE:FIRST が一方的に BMSG からこれを次はやるぜっていうんじゃなくて、総陣司会でさ、うん、こうみんなの音楽性がちゃんと成長してるって証しやん、うん、言うたらそれを自分らが主流を作るぜっていうことやと思うね、ほんまに意味で。しかも今回に関しては総陣が振り付けに関わってるわけや。そうやね、自分らでこの振り付けを作ってんねんからな。レイナちゃんと総陣のこの相まった相乗効果の振り付けを BE:FIRST全員がしっかりと自分のものにして、うん、7人の7色の表現で表現してるっていうのが素晴らしいですよ、本当に。今後テレビ番組とかでのアレンジが楽しみやな。そうやね、紅白決定でしょ。早っ。もう紅白決定でしょ。もう決まってるやろ。これを言わずして何を出すんやと。確かにな。これでも次気になってるのは、うん、SOS っていう曲が、はいはいはいね、それの振り付けが TikTok にあるんよ。なるほど。でも BE:FIRST からは出てへんはずや。多分振り付けした海田くんかな、はい、出してるのが何かで多分上げたものが、うん、そのまま多分 TikTok に上がったりとか、それをもう真似して振りを踊ってる子がいてて、うん、結構面白い振り付けしとって。あ、そうなんや。出へんかなって。次それぐらい提供をくるんちゃうかなと。はよ出てほしいな。はい、そうですな。そう。なるほどね。楽しいね。いやちょっとこのメインストリームに翻弄される僕たちを SOS してほしいでして。助けてください。